カミナミ大、九カ南ナ大、組合事務所旧カミナミ大、組合事務所は、台湾台南市、中西区にある、中華民国直轄指定戸籍の建築物。日本統治時代末期に、水利組合事務所として建てられ、現在も、カミ農電水利会が使用している。カラス山頭ダム建設用鉄道総督府が、補助金を交付し、民間が工事を行う形式でカラス山頭ダムが、 建設されることになり、民間側の受け皿として、公共、か南大、組合が設立された。これが、現在のか南農電推理会の前身となる1907年6月21日、台湾総督府が土木局推理課を設置。同時に、総督府推理委員会も設立される。同年7月30日に、公共連合会規則を発表。 翌年2月29日、間接規則を交付し、地方長官が認定する公共関連は政府が管轄、出資する形態となった。1920年9月、台湾の間接は各地の州が管理する形態となった。かよし町及び台南町では考え、排水設備の改善要望が高まり、翌1919 19年受益者となる農民が、 神波大建設のための公共、神波大組合を設立。総督府から出向してきた、八田与一が、組合のカラス山等出張所所長に就任した。神波大は1930年に観光、初代管理人は、長山戸メベローが務めている。カラス山頭ダム建設のために先立って整備された、鉄道は、神波大組合の運営だった。 組合事務所は設立最初は、かよしぐんかよしがいにあったが1931年に、台南町台南市の台南町社内に移転。業務拡張で手狭となったため、州庁に隣接する台南警察署南向いに、台南修土木課の住谷茂雄による設計で、新事務所が落成。指向は、中井清江。1940年12月23日に、 海山神社の管主による式典が行われた。第二次世界大戦終結前後で周辺の組合との統廃合を繰り返しながらも1956年に発足した神々能伝推理会が引き続き使用し、建物は1998年6月26日に一貞戸籍登録がなされた。隣接する旧警察署が2019年に美術館へ、 リニューアルされているが、将来美術館の展示スペースが不足した際は、この推理会事務所と空中回廊で連結し、旧警察署側の空間不足をここで補うことできる、要2012年に合意が交わされている。高尾州商工省令館大中京家、海館友愛街と南門路交差点南東角に位置する。周辺の特色ある戦前日本による建築物群より、 簡素な装飾であるのは、戦時中の物資不足であったことや、1930年代以降に世界的に流行したモダニズム建築、機能主義の影響を過渡的に反映している。従来の近代建築に多かった西洋館一辺倒から脱し、実用性を重視した作りになっているのは、同時期に建てられた高尾州商工条例館や大中州協計会館と似ている。 フラットな L 字型で UI 外沿いの南北方向に伸びる西側が短く南門戸沿いの東西方向に伸びる北側が長くなっている外壁は簡素な柱だが東部には中東が施されている屋上は西側が寄せ棟作り北側は平らな六屋根ともに三階建てで両方の棟が合わさる北西角の部分は 階段や水回りの設備があり少し高くなっている。北側にある主入り口は門楼がなく、久しだけの簡素な造りになっている。階段部分は建物の中でも装飾が最も多い部分で、北側胸の東端には、福入り口と階段がある。北側胸は、全室がオフィススペースで、西側胸の下層部分は倉庫に、上層部は100人規模が収容できる大会議室で、 合成されている。屋内の天井はコーベルが施されている。北側棟は戦前は2階建てだったが、戦後に増築されて、西側と同じ3階建てになった。戸籍や歴史建築などが集中している。など、ありがとうございます。